あの早速ほな逆行人生いきましょうかね。イエーイ。まあこれあのさっきちょっとあの触りするときにどんなことかこれゲームに使うゲームね。カジちゃん。あのさんこれゲーム僕せんのよ。カジちゃんの顔しか見てない。なんかあのスマホのゲスマートフォン。でその映ってますよこれ。いいですか。そのアプリでなんかこれなんか配信されてるみたいなんで。逆光ゲームってあるんですか。逆光ゲームなんですよ。いや逆光ゲームじゃないけどな。逆光ゲームじゃないけども。あの、リストラにあったサラリーマンのなんか、人生ゲームみたいなやつやろな。そんな本があって。で、1月15日、この間、ついこの間から配信されてんねんけども。香りに入ってるんですか。入ってる。あの歌この歌が入って、歌がそのゲームの。ゲームのなんかその主題歌みたいなこのゲームで、なんかそのゲーム自体はなんかあのこれ聞いたらバッと出していきなりなんかあの結構売れるゲームみたいなブレイクの配信のあれ、全国で30ゲームゲームだゲームだ僕ゲーム売れるってことは香りに入ってません。いやいや入ってない。僕酒気帯び運転であの捕まってあの首になるんですけどそういう感じのことですか。そういう感じのゲーム。ああそうですか。泡でのおと
道雨が降る、ヘッドライトも切れました、お先は真っ暗、お天様にも見放され、あいらいにやこにやこしています、哀れな早いもので、ラスト6番でございます。夢を追いかけここまで来たが、気がつきゃ人生崖っぷち、今さら戻れぬ後には引けない俺の意地、ああ時代に逆行、時代に逆行しています、哀れな男、哀れなもう一丁、哀れな男、ラストワン、あわれな男、